三木鉄道三木駅前にて三木バスはかつて兵庫県三木市で2015年9月30日まで運行していたコミュニティバス。廃止翌日以降もバスの塗装と路線はそのまま引き継がれ一般路線として運行している。運行は全路線新規ゾーンバスに委託していた。以下は廃止前の情報である。2006年2月に運行開始された。 三木市では月間乗客目標を5000人としているが乗客数は好調に推移している。2007年11月乗客数が過去最高の月間6281人を記録した。三木市バス交通の見直しにより路線バス、コミュニティバスの区分をなくしすべてのバスを一般路線バスとして運行することとなり2015年9月に コミュニティバスとしての携帯での運行を終えた。新規ゾーンバス及び新規バスが運用する専用バスが使用され、いずれも専用の塗装が施されている。全線が後乗り、全振り。料金は後払いである。均一料金だが、よカタん線及び第二板に線は、距離性の運賃制度が取られており、乗車時に整理券を取らなければいけない区間がある。 全路線とも、幼児は、大人の道場があれば一人無料、山田錦祭り及び三木金物祭りの際は、一部路線で、無料運行される。2014年4月1日から青山5丁目、森林公園から三木循環ルート、恵比寿駅三木恵平井部公園前、別所第一ルート、別所第二ルート、または、その逆へ乗り継ぐ場合、乗り継ぐバスの料金が、 無料の対象となる。IC カード、ニコパが使用できるほか、ピタパ、移行ーの使用も可能。2014年4月1日現在、平日土曜日、日曜日、祝日平日、祝日共通。ありがとうございます。